そして今回15年ぶりに国政復帰を果たしたのだ。 Thank you very much, sir. ありがとうございます。総理を狙う男アゲイン、75歳だけ。なんか文句ある？川村たかしさん75歳。名古屋の中心部愛知1区で自民と立憲の前職に圧勝しました。1993年の初当選以降、衆院選で5回、名古屋市長選で5回勝利を収めた選挙モンスターは、今回も安定した選挙戦を展開。なぜこれほど強いのか、票の源には何があるのでしょうか。うわあ、川村隆史や、やべえ、うわ、嬉しい。名古屋市長を15年間務め、知名度は抜群。ひとたびマイクを握ると、キャーボール飲まねやっとれんよ、こんな嘘に包まれた政治の世界でよ。少子高齢化はいかんなって言いますけど、年寄りがちゃんとずっと働くようにすりゃいいわけよ。三菱へお越しの皆さん、うちのテレビも三菱のテレビで見とるで。4億6000万円、私が受け取らず給料が上がるまで退職金を返してね、でお母が怒って船の線を抜くわよ。まあひどい話でね、離婚の危機を免れてきたんだけど。演説の場所や聞いている人たちを絡めた軽妙なトーク、庶民派として名古屋市長時代の減税や自身の給与引き下げなどをアピールする一方で、国政で掲げる政策にはあまり踏み込まないようです。いろいろ喋って喜んでくれるかどうかちょっと考えとらん。政治をやるやつは芸能人と学者の中間だぞ。両方のまあ知恵がいるわけです。政策を訴えるっていうよりも、なんか周りの人に楽しんで話を聞いてもらいたいみたいな。政策に対してみんなね、全然議員になったらコロッと変わるんだよね。嘘だからね、ほとんど。つかの間の休憩タイムではコーヒー片手に持論を語りました。75歳の選挙戦、終盤は疲れもにじませます。各種の情勢調査とか気になりますか？俺はいろいろ気にならないから嘘になる。不安になることとかあるんですか？あんまり不安がとったでしょうがねえ。終盤伸びると思うけどね、保守党の支持率は。もう一つ、川村さんの特徴は積極的な触れ合い。ボビちゃんも小さい時からいい勉強なのかな。さっきけど立派な手帳よ。 OK。 おい、ジョーちゃん、 How are you? 立派な手帳よ。中には手紙を渡しに来た小学6年生も。のイオンでイベントがあって、その時に手紙を渡したら手紙を返してくださったので、まさか帰ってくるとは思ってなかったので飛び跳ねて喜びましたっていう俺の手紙と、選挙を体に気をつけて頑張ってくださいっていう手紙を書きました。これは1990年の映像。国政への挑戦を目指していた川村さんがハンドマイクを手に新成人に話しかけていました。私の場合はやっぱりね、一人ずつということでね、マンツーマンのコミュニケーションで言っておりますので、そんなわけで自分でやっておりますけど。川村隆史、自転車に乗ってやってまいります。名古屋栄の街を疾走、川村さんおなじみの自転車選挙戦も健在です。一貫して見せてきた気さくさとともに、川村さん人気を支えているのは保守という一面です。南京事件とかああいう問題になって、なんですかね、それで普通だったらやめますよ。
他にいなくないですか、それなりの地位のある政治家が結構問題のある発言をして、でしかもこれだけなんか支持、選挙に勝ってるっていうところすごいですよね。旧日本軍によるとされる南京事件をめぐり、組織的な大虐殺はなかったという趣旨の発言をするなどの主張を掲げていました。私たちも、まあ、今回この保守党が出なければ自民党を入れてた可能性もあったし、でももちろん河村さんが出なければ熊田さん入れてたかもしれない。ANN と朝日新聞による出口調査では、愛知1区では自民党支持層のおよそ4割が河村さんに投票したという結果になりました。今回の衆院選、共同代表を務める政治団体日本保守党は小選挙区で1議席、比例代表で2議席、合わせて3議席獲得しました。使命感いうのか感じますね、本当に。まあでも第一歩としては、巨大な一歩を歩み始めたと。15年ぶりの国政復帰、名古屋の選挙モンスターは中央政界でどんな暴れっぷりを見せるのでしょうか。